それではリングアウト決勝戦8小節4本勝負、先攻スー君、後攻ワニュードで行います。 DJ シオン、カマセイ。お前ら本当俺のこと嫌いだろ。俺は延長なんかしたくねえんだよ、クソ野郎。マジでだけど諦めずに当然ない、ヒップホップゴールデンタイム。 MC かのよう俺は成り上がりたい。ヒップホップドリームとはまだまだ程遠いとこにいる。埼玉カスカベレプレゼン、これだけは外せねえ看板だぜ、覚えとけ。カスカベレプレゼンの看板、一緒にレギュラーあんだけやったら嫌でも覚えるわ。延長嫌いそれ俺も同じだ。だけどモンスターだから仕方ねえ、みんな欲しがりだな。俺たちそういう立場だろ、チャレンジャーとは違えんだよ。誰が見たって強えってこと、見せなきゃ本物の男にはなれねえんだよ。そういうお前の姿にいつも感化されるカツカツる頭の中。ありがとうな、ありがとうな、ありがとうな、あと6万回言いたいぐらいありがとうな。俺もいつか父さんになり母さんを産むかもしれない。そう、俺たちは親、マジでわけわかんねえことも出ちまうぐらい頭の中テンパってる。だけどてっぺんが通りたいんだ。いえ、昔のバック DJ に子供が生まれた連絡さっき来て嬉しかったわ。そん時も俺その人と正直揉めてた。だけどありがとうって一回言ったよ。一回で十分伝わった。そういうこと俺たちにねえ、無駄なんかわかるだろ、全部が繋がんだよ。捕まんだよ。いや、捕まることは絶対ない。俺はクリーン、そういう男だぜ。お前も覚えてるかな、ジアンサーってやつがいた。あいつは死んだんだ。そいつの仲間のよ葬式の中で俺のフラッシュが永遠に流れ続けた。あいつの中で俺の言葉が響いてくれてる。天国に向けて飛ばすぜ、ジアンサー、俺が勝つぜ。ジアンサー、俺も知ってる、よく一緒に飲んでた埼玉浦和のクラブ。もうそこもなくなった、どんどん消えてく。でも俺たちには先が見えてる。だから大丈夫、問題ねえ。俺のディックストリームっていう DJ、 だって200キロのスピードで死んだ。それでも不満ことやめねえ今。そうだな、命ってのは大切だ。死んでた奴の分も俺たちが頑張んなくちゃな。こんな熱いこと言いに来たわけじゃねえけど、まあ、ワニュードが真正面だと出ちまうな。こんな言葉もありがとう。真正面、正面なんかぶっかける必要ね。本音と本音ぶつけ合ってんぜ。ワニュード、ありがとう。あと7万回言いたいぐらいありがとう。7万回のありがとうを受け取って、あいつの墓の前で一度ありがとうと言うぜ。7万回のありがとうを受け取って、パクられたあいつに一言バカ野郎と言うぜ。俺は休憩しねえ、いつも進み続ける。時計の針の中で生きてるだけ。フリースタイル誕生、俺らが2代目。大丈夫だ、2人とも期待しとけよ。終了。先攻いざよい、後攻はニュード、発祥です3本プリンナッピー。よ、先輩に対しての粋な計らい、そして声は右肩上がり。レベゼン田舎の岸和田魂、フラも大阪のミリタリー優しい。 Yeah、 まるでこれは忍者、俺いいか敷いたら不死かしない。お前勘弁、奴らが竹中半弁。レベゼン岸和田舐めたらあかんで。舐めてねえ、全く発達がちげえ。脳みその中分からせてえだけ。関東のやり方、関西のやり方なんて、そんな野暮なことを言う気はねえ。俺は勇気がねえわけじゃねえが、口だけじゃ無理だってことぐらい分かってるから繰り返さねえ。昔のミスはミスなフリスタ、ぶち上げてみろ岸和田じゃなく渋谷。じゃあ渋谷今ぶち上げてんやけど、同じことこいつ繰り返す。そして負けの過去たち振り返る。俺の潜在能力、息を吹き返せ。 Yeah、 マジでスキルがちゃうねん。大阪から俺は来てんねん。アベマのコメントに言う形だけ、なめんな岸和田けば叩き上げ。潜在能力吹き返したってことは、おめえさっきまでなかったってことじゃねえ。どこで行っちまってたの、わかんねえけれども、浮遊する脳みそ、それは何かの後遺症。どうしろ、伸びようとしても伸ばせねえ。鼻の下またここに来いや、ウォリア動き出しゃ止まらねえ。俺たちはこれなしちゃやれねえからやってんだよ。いや、後遺症なんか残ってないよ。俺いつも通り本気でやってんやけど、 Yeah、 俺が残ったのは後遺症。でもお客
客は全員好印象ベビー、yeah、マジでこれのライブの硬さなら世界一って言わせるわニュードやたらいいイメージから、でも敗北の黒がイメージカラー、イメージカラー全然黒くねえ、俺は白と黒の間のグレーだけど夢見てるぜ、ありがとな詰めかけてくれて、爪の先に火灯すような生活かもね、用心棒ショーウィンドウ東尋坊よりもノーリーコム44からよいっしょ、されても変わらんだろ年下、落ちても落ちても這い上がるラッパー、参りましょう、先行両線カルマ高校にピアワンライン発祥節4本レディーファイ、俺がナンバーワンアンダーグランドリーム、誰かが可能にした道の後歩かない、俺は俺の道を歩きここまで来た、誰がこの二人が武道館に立つと思った、俺だって思ってない、多分こいつも思ってない、思ってたしそしたら頭がおかしいかも、でもいいんだよそれで、それでいいんだよ、だからここにいいんだろ、いや間違いねえ道は続いてるぜ、あの時とかもうそれ関係ねえ、俺現状ここ立ってる、なぜかって引き寄せの法則で手繰り寄せたぜ、いつでもポジティブの精神、ネガティブとかはいらないし、廃棄処理になるモーニー、まず声をモーニー出してみ、カルマくん、なんかの法則俺知らねえ、なんか気づいたらここに立ってた、それで十分、このビートの調べの上で何も調べずに言葉を吐いてる、俺は自由、何でも今 Google で調べちまうやつらは頭でっかちでつまんねえ、ラップしかしねえ、端から端まで見てみ、みんな同じ感じ、オリジナルフリーってのが何か知ってるか、あそうか想像してなかったのか、俺は1秒先まで想像するさ、思考を腐らせることもねえ、頭を使って喋ってみろよ、お前はそれだからダメなんだぜ、俺はもうすでに見えてた、えよ底辺からてっぺん登り上がれへん、イエイエイ、見えてたことを見えてた通りやってるだけじゃ先が見えてんな、俺はまだ見えないその先に行きたいって何回も言ってんの知らないの、1秒先を想像してる間に目の前の選択肢右か左選ぶ、俺はもっと先を見てるわけないっしょ、目の前でうんこ踏まないように気をつけてる、踏むかもしれねえだろ想像してねえんだろ、お前は裏取れてねえぞそれアホ、お前ボケず掘ったって外、最後は指かご墓場まで俺がエスコート420、これが俺のベースコードの経路、最後は KO、 お前もアート言わせるよアホ、いつかの話とかいらないとか言ってたのに裏取れてるかとか今さらまたその話なんて頭痛い、俺はエスコートいらないベースコード、当たり前でしょ自分で歩く道は選ぶよ、うんこ踏まないように気をつけな、お前何個うんこ踏んでんだよ気をつけな、はそんなの関係ねえ、最後お前踏んだらそれは終わりだぜ、言ってることやってること責任取れねえなら言わねえ方がいいぜ、先は想像できねえんだら俺は確信に変えてきたんだよ、今この瞬間も想像して武道館ってナンバーワン想像済みだぜ、終了です、参りましょう、先行レスカルマ高校アウソリティ発想的4本ティーズやるだけレディファイ、いつもの予選国21勝気づけちゃたたってる決勝戦の相手オーソリティ、やっぱ予想通りに上がってきやがったお前が、いつもとちゃうのはお前が前回のチャンピオンってことだけだな、今日は俺が悪役にならなくて済みそう、お前を沈めるぞドツボの方、いやいや俺前回のチャンピオンじゃないし戦国でチャンピオン取ったことはないから、予想通り俺が上がってきたってそれはあんたが勝つビジョンでだろ、じゃあ俺が全部ひっくり返してやるよ、全てだっせ全て詰め込んだって俺のこの献立、柳田決算のビーツの上、まあ喧嘩します、あんた今日は名脇役残念、凱旋かなんだか知らねえ、結局どっかで勝って上がってきたやつに勝ち方の種類を教えてやるぜ、倒してきた相手の数が違え、乗ってきたビートの数が違え、踏んできた修羅場の数が違え、これはポットでのガキが上がれる立場じゃねえ、今日はちゃんと教えてやるぜ、だからそれ俺が当たってるベテランの人全員言ってるから、数がどうのこうの踏んできた修羅場の数が違え、じゃあ俺は質だけでそこまで追いつけるぜ、数字だけで語ろうとすんなよ、そいつが筋って言うんだったら俺は通さなくていい、このエアフォース1の靴底が見てきたアスファルトの景色をバイクに反映する、他のやつらが言ってること口だけ、質が伴ってんの俺だけ、
わかるか？お前の数字、俺の数字、質が違え、比べんな。これは便利な言葉じゃねえ、ベンチャー企業でもなんでもねえ。一歩一歩着実に積み上げて今日急に来れるとこじゃねえってこと。人が楽してるみてえに言うなよ。俺だって2016から UNB に出てたけど全然結果も残せなかったし、2018でやっと今ここまで来てるけど、お涙ちょうだいでやりてえわけじゃねえ。そんな俺は戦い方をする気はねえ。ただあんたが俺だけってそれ視野が狭い。全員幸せがいいだろ。よけどとかだってとか多いなお前。泣き言を涙ちょうだい、どっちだよお前。そんなこと今さら聞きたくねえ。王者は常に強くあるもんだろうが、俺の視野が狭い、それで結構。俺は俺の中しか見えちゃいねえよ。よそ見ばっかりしてるやつはフラフラしてるから、そういうダッセーこと言ってんだろ。胸に刻めよ。よそ見ばっかしてるってあんただけだって。このステージ上でさっきから客の方向いてんのは、俺はさっきからあんたの目そらしてね。それで上下左右ポテンシャルから違うってことだぜ。一言言っとく、王者が強くあるべき。違え、強いやつが王者になるべき。マイクがライフの体現としてる今じゃ、勝ち続けることすら最低の義務だぜ。終わりました。先行サメ高校レッコレディファイ。いやレッコ、こうやってタシでやるのは2017のアドレナリン以来だね。いやダンジョンの活躍見てた、違う道じゃねえ。お前はすげえかっけえよ。俺たちはお互いそれぞれ歩いた音の上、b ボーイは決して乗らない道路の船。男くせだがとどろのくね。 Yeah shall we dance、 俺と踊ろうぜ。 Yeah 音の上、俺のライブ聴けみんなが驚くぜ。 Yeah 俺が独占してる直線、みんなの耳元一直線、陣取るゲーム、それが俺のやり方。サム対レッコ、これ危ないでしょ。だけどライブは上手くないでしょ。あんたのライブにみんなサイレント。いや一直線、俺らのバーズなら純度 100%。 いや叩いた追加点、俺らセッションやばくてすいません。各地点々叩き出していく満点。いや岐阜と栃木コース2コース、お前はドープ、そいつは知ってるよ。Yeah, close to close, ドープなプロ、yeah. いろんなとこで金出したそんな言葉。 Yeah, アドレナリンの時はあどけない男だったけど、今の俺はモンスター倒せない。 Yeah, yeah. サムさんのサムさんよりも俺はそう、わずかながらこんなラプターになりたいがためにこのマイクを握ってる。だからこそ伝えていくこのマイクであった。 Yeah, 倒せないそこじゃない、俺はただただマイメンたちと遊びたい。 One for the enjoy、 好きなものは好きと言える強さを持ってる。俺らのバーサスキットじゃなくてメインディッシュな発言はなし、フィールする感覚、俺は本音を話す。俺は別に10年後ラッパーとして売れる道よりも10年後もラップを愛してる道を選ぶよ。Yeah, 本当にラップを愛してんなら作品の一つでも出すもんだな。 Yeah, 俺はしっかりモンスターなりにいろんなところで、 Yeah, 重ねてきた経験も歌にしてる。それが見えてないようなあんたとは絶対に語り合えないような現場、それでもエンターテイナーならばマイカップを使ってしっかり伝えてんだ。だからこそ今日は行くで20勝で天下終了です。いきましょう、延長戦先行レコー高校サムレディファイ。俺は延長でもかませるぞ、生は引き金だわレッコ。 Yeah, yeah. アイスバンドサンプリング、タンブリーゴみたいタンブリー、俺はまるでそう、バースにしっかりと込めてる自分の感情。 Like is candle、 常に俺はそう、ヒップホップで感情しっかり伝えてく。 Yeah, 俺のラップあんたと比べてる暇はね。 I be back じゃなくてレッコとサム、おまくそう MQ で名はサムだ、要はマイクで沸かすか沸からすか。声はカラス、羽ばたいたカラス、別にいいぜ。 Yeah, 上げる喉の調子、男同士今宵 All eyes on me。 Yeah, 男同士、 Yeah, 想像通りのラッパー絶対したくないから、俺はこのシーンを書いた張本人だと胸を張って言えるように、てっぺんまでトントン拍子で俺は進んでいくぜ。 Yeah, サムさんあんたにつまずいてる暇はねえんだ、もっと上に行かなきゃいけねえ。だからつまずくことなく無我夢中でクラブ中を光り沸かせに来たんだよ。いや俺は想像通りにトントン拍子行かなかったから、暴走行為を重ねたまんま重ねた走行距離、そして東京の地、そしてとうとうキングの位置を狙いに行く。お前も言ってたな、2代目モンスター、俺の前面が3代目になった、じゃあ負けてらんねえな。いやあいつに負けてらんねえ、お前らついてこれる準備できてんか。終了です、2本でございます。先行烈光高校ガドロで行います、レディー
ファイト。ユーガドロいい勝負をしよう、インとインを合わせながら、あんたいい年こいて見えすぎな嫉妬し、栄養バッチリこの資金取りで、ガドロぶち殺して戦国で俺が陣取り、栄養まるでビートに合わせながら、そうみんな感無量していくようなレッコワールド、この場所にバッチリ合わせる腹は真っ黒でも大丈夫、ここでライツカメラアクション。Yo, ライトカメラからのアクション、しょってるぜバッチリと宮崎のバックボーン。 Yeah, お前に鳴らすクラクション、クソみたいな枠ならばこの場所で削除、緩急もないよインド単純作業、お前に眼中もないよクソな三流野郎、脈々もクソもねえような単発ライブ、レッコのライム低価格でハンマープライス。Yeah, ハンマープライスいいや、俺限界超えるランナーズハイ。お前は下手くそすぎてそういうことが全くない、だから子供扱いしていくで拡大、サグライフナチュラルハイも関係なく俺がバッチリ落とす、ライクライクライクライ場所からやってくぜ。ナチュラルハイよりもレッコよりも俺の方がやっぱガドロの方がラップがうまい、よわかるだろこの場で枠殺害、コストラ鬼武者切り刻むラップ侍、あい、よそんな状況だぜ、レッコ雑魚すぎて相手にならジェンジャンク、やばい MC に俺も敬意を表する、あいにく今日は俺が全員を葬る。終了。